高橋の入ったと言われるパチンコ屋に来てるが、今のところ高橋らしき人物は見当たらないな。もう少し捜査してみる。あ、やっべえ、見つかりそうだ。タイミング見て逃げねえと。最悪この手前か。スタンガン、スタンガン持ってる。なんかどうでしょう。怖っ。なんで、なんだ、なんか音がした。当たった、ちょっと待って、当たったんですけど。ちょっと待って、どこだ。ちょっとスタンガン当たってんですけど。悪いね。で、はぁ、なにこれ。泊まりやばい人だからやめたいけど、全然ラッシュ終わんねえ。なんでこんな続くんだよ。今のうちだったら逃げれるか。目撃情報は出てるんだ。ちょっと応援を呼んでくれ。ちょっと囲って全員で探すぞ。確実にいる。やべえ、バレそうだ。こうなったらこの手段もあるか。銃も持ってる。ジュースのような音が聞こえた。でも演出かもしれない。パチンコ屋だから。早く来てくれ。俺は頼む。ちょっと待って、ちょっと足当たって痛いよ。やあ、だったよこれ。マジ、ああ、ちょっと、ちょっと、すいません、痛い。もうやめたいのに、ラッシュ全然終わんねえ。何これ。くそ、この物さえさばければ証拠がなくなるのに。もうヤクも持ってんじゃん。やばいよもうこいつ。ああああ、もうちょっと待って、ちょかかってる、かかってる。やべえ、やばいやばい、ちょ助けないぞ。もうかけられました、ヤク。お前これ物じゃねえかよ。そうなんです、もうかけられて。お前が高橋か。いや違います、捕まえたぞお前。逃げんじゃねえぞお前。隣の人が逃げたんすよ。早く違う、パチンコに出ろ前、パチンコに出ろ前。違います高橋見つけた。早く、僕じゃない、僕じゃない、高橋じゃないです。ああ、もうなんだよもう。さあ、私オーシャン池田が所属しておりますただパチのですねイベントスケジュールこちら出ていますので、よかったら皆さん遊びに来てくださいね。お願いします。